はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井八冠が5連覇中の詰め将棋解答選手権が2019年以来5年ぶりに会場開催決定ということで、藤井八冠が参戦するかどうか、そして5連覇の内容がどうだったのか、そのあたりを考察していきたいと思います。まず藤井八冠は2015年、なんと小学6年生で詰将棋のスペシャリストのアマチュアの方やプロに混じって優勝して将棋界を震撼させました。しかもぶっちぎりの速さで満点優勝だったということで、本当にすごいですね。そしてそこから2015年から2019年まで当然のように5連覇となっております。2015年と2018年が満点で、2019年もほぼ満点に近い状況だったんですが、少しこう記入ミスなどもありまして 98.5 点になっていたというお話でございました。2015年は準優勝山田アマ、3位がスーパーアツシ君こと宮田六段で、2016年は黒川三段が準優勝、若島アマが3位と、そういった形になっております。池永元新人王とか、宮田先生とか、本当にそうそうたるメンツがずらっとこう準優勝3位のところに並んでいるというところですね。一番危なかったのはやっぱり2019年、斎藤王座が準優勝したところだったでしょうか。斎藤王座の方にもちょっと、わずかなケアレスミスがあって満点を逃したというところでしたが、ここが一番危なかったと言われております。ということで、正確性速さもぶちぎりで優勝を続けておりまして、本当にすごいですね。時間だけ見てみてもやっぱり点数はともかく、とにかく他の人より30分から40分ぐらい毎年早いタイムで解いていると、それも本当にすごいなと思います。ということで、最多優勝は宮田七段が3連覇含む6回となっておりますが、藤井八冠もし今回優勝であれば6回でタイ記録になります。で、最高が3連覇だったんで、もうすでにその記録は更新しております。果たして藤井八冠どこまで連覇するか注目ですね。藤井八冠は今回、三段の中で自分より詰将棋解くのが早い人がいると、そういうお話をされていたようで、そのちょっと注目です。2019年の上位10名ご覧いただきます。藤井八冠、斎藤王座、宮田七段、そして山田アマ、そして織田五段、石川五段、そして井上アマ、小山四段、柳沢アマに、服部六段ということで、本当にそうそうたるメンツがずらっと並んでおります。ちなみに日時は3月31日日曜日となっておりまして、3月15日が申し込み締め切りとなっています。で、応募資格がプロ棋士、女流棋士、そして奨励会員、さらにチャンピオン戦参加実績のある方、そして、詰将棋解答選手権はチャンピオン戦とアマチュア向けの一般戦というのがあるんですが、一般戦でオンライン会場ではなく会場に来てちゃんと全問正解したことがある方ということで、非常にこう厳しい参加条件となっております。で、場所が東京と大阪会場に分かれております。で、このあたりから藤井八冠が今回参加可能かどうかということを考察していきたいと思います。ちなみに詰将棋解答選手権実行委員会の方のツイートで、チャンピオン戦3月31日に行われまして、3月15日金曜日まで参加申し込み受付中という形になっておりますが、3月17日日曜日に棋王戦第4局が行われまして、もし仮に藤井棋王が3連勝で防衛したとしても、まあ、これ厳格に適用するんであれば、ちょっとこう第6局の日程がまだ見通せてないので、参加申し込みができないという可能性もありそうです。やっぱりまあ第6局の可能性を否定できないっていうところが今期の棋王戦のポイントになっております。もともと3月31日は王将戦第7局の2日目の予定も入っておりまして、で、結果的に開催されないことになりましたが、基本的に開催予定地で何かイベントをやるっていうことが結構可能性が高いので、それが果たしてどうなるかですね。もちろんまだ1ヶ月前ということで、調整は可能だと思いますが、また予定地が東京で、この開催地東京会場品川区立総合区民会館からそんなに遠くないということで、まあその辺の予定はおそらく可能になってくるかなというところで、やっぱり王将戦のイベントのことより棋王戦の第6局の日程がちょっとまだ不透明っていうのが結構大きいかもしれません。例えば
4月10日11日に名人戦第1局が、開幕という形になりますが、その前にいろいろ名人戦関連のイベントがあったりとかもしますんで、見た目以上にこの4月のスケジュールが結構埋まってる可能性があるというところですね。また年度内にもし棋王戦を決着させたいという運営側の意向が働いた場合は、3月31日に王将戦第7局2日目の日程に棋王戦をスライドしてくるとか、そういう可能性もゼロではないと思います。その辺の棋王戦関連の絡みもありまして、藤井八冠解答選手権、ちょっとどうなのかなというところですね。個人的にはもちろん参加していただきたいですし、6連覇するところぜひぜひ見たいんですが、このあたりの日程の問題、王将戦第7局の代替イベントのこととか、また棋王戦第6局がいつ行われるか不透明であるとか、そういったところをクリアできれば十分詰将棋解答選手権参加できると思いますんで、ぜひ藤井八冠がもし参加したいといった場合は、ぜひこう参加できるようにうまいことをやってくれないかなというところですね。棋王戦第1局の自将棋っていうのがまさかここに来て影響してくるとはびっくりしました。本来であればもう3月26日までにはどうあっても終わるはずだったんで、詰将棋解答選手権はほぼ間違いなく、王将戦のイベントのことさえ片付けば参加できるはずだったんですが、ちょっとフルセットになった場合不透明というところもありまして、ちょっとねそれがどうなるのか注目でございます。王将戦の代替イベントよりはむしろ棋王戦の方がネックになってくるのかなというところで考察をさせていただきました。で、藤井八冠としては詰将棋ご本人も大好きとおっしゃっておりまして、ぜひ、もし参加できるんであれば参加したいというお話を以前もされておりました。なのでぜひぜひご多忙とは思いますし、またいろいろ他のイベントとかの絡みもあって難しいと思いますが、ぜひ参加して6連覇してほしいなと願っております。今回も斉藤八段とかが参加してくると、宮田七段とか斉藤八段とかですね、参加してくるとかなり強力なライバルになってくると思いますが、果たして参加するとしたらライバルをしのいで優勝できるかどうか大注目ですね。やっぱり王将戦関連イベントのことですとか、棋王戦がいつ終わるのかわからなくて不透明だとか、そういった細かいところはあると思うんですが、藤井八冠が詰将棋解答選手権に参加することによって、マスコミとかも注目して報道するでしょうし、将棋界にとって必ずプラスの影響が出ると思うので、もし藤井八冠が出たいって言った場合は、どうにかこうにか調整して出させてあげてほしいなと、心から願っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、失礼いたします。